敗戦後、清水権田修一は主審を務めた荒木雄介に必要に異議を唱えます。目のあたりを指すジェスチャーを見せながら捨て台詞を吐く権田。この行為には荒木が、権田さんそれはダメと言いながらイエローカードを提示します。その後も納得のいかない表情を見せる権田でしたが、対戦相手の大分の選手たちが止めに入り、この場は収まりました。